こんにちは、は、島田です。今回腹筋運動をやってるのになかなか強くならないとかそもそも腹筋運動自体がやりづらいという方には腹筋を使いやすくする頻度になるはずです先日お会いした方から腹筋が弱すぎるというご相談をいただきました 具体的には、腹筋運動で起き上がろうとすると、首に力が入ったり、お腹に力が入らなかったり、起き上がろうとすると、足が床から浮いてしまって、後ろに転んじゃうということだったんですね。でもしかしたら、似たような経験がある人もいるかもしれません。でこれは、腹筋が弱いだけではなくて、別の要因もあったりするんですね。それは、首や肩、 腕の力を使って、勢いをつけて体を起こそうとしているということです。この方も、勢いをつけた方が起き上がりやすそうで、ついやっちゃうということだったんですね。ただ、これだと、首や肩に力は入るんですけれども、残念ながら、首の運動になってしまって、腹筋には効いてなかったりするんですね。しかも、首、肩、腰の筋肉が緊張して、 その部分がしんんどくなったりりとあんまりい,いことがありませんで。この方の場合も一応誰かに足を押さえてもらって腹筋をすればあの力は入ったりするし骨盤を固定してもらってあの腹筋運動をするとお腹の筋肉に力入るんですけれどもそれを1人でやろうとすると腹筋に力が入りづらくてつい勢いをつけて起き上がりたくなるってことだったんですね。 でこの問題なんですけれども実は意外な場所が原因で腹筋に力が入りづらかったんですそれは足の指つまり浮き指になってしまって床を押せずに腹筋に力が入りづらかったんですねこれどういうことなのかそのメカニズムを解説しますこれは親指がつながって動く部分を表したイラストです 親指がつながって動く部分には内転筋の他にも骨盤やいわゆる横腹筋と呼ばれる腹斜筋などにもつながるんですねで。外反母趾などで親指が使いづらかったり、浮き指になったりすると、この踏ん張ろうと思ったときに足の指が床から浮きやすくなります。そうすると、これらのつながって動く部分がうまく働かないので、起き上がるときに 上半身の重さで骨盤がずれて腹斜筋が使いづらくなっちゃうんですねちなみに親指の場合はこの腹斜筋という斜めの腹筋ですが2番目3番目の指の場合は腹直筋が使いづらくなりますなので腹筋運動をするときは親指だけでなくどの指も床についたままできた方が腹筋が使いやすくなるんですねでも、も、そうは言っても 足をつけようと意識しても体を起こすときにはその意識が途切れてしまって足が持ち上がってしまうという人もいるんですねそこでそんな方のために骨盤を固定して腹筋が使いやすくなるポイントを今回紹介しますその整えるといいポイントというのは内くるぶしと前脛骨筋というすねの筋肉の腱の間にある中腹というツボです前頸骨筋というのは、 すねの筋肉ですね。足首を反るとこの筋肉の腱が浮き出てくるので、足首の中でその腱があるところと内くるぶしの間を指で押さえます。そしてこのポイントを押さえたら、そのまま足首を回します。足首を外回し、内回しをそれぞれ3回から5回ぐらい行います。 で、押さえながらやると結構痛いなっていうのがわかると思います。すねの筋肉って疲労しやすいので、あの疲れが出やすいんですよね。なのでこのツボを押しながら足首回すと、あすねが効きづらい人とか腹筋弱い人って結構痛かったりします。でこのツボを押して足首を3回から5回回してもらうことによって、すねの筋肉と内転筋が使いやすくなって骨盤が安定するので腹筋に力が入れやすくなるんですね。 ただこの方法で骨盤が安定して腹筋は使いやすくなるんですけれどもいわゆる腹筋運動については一つ注意点があるのでそこもこれから合わせてお話をしますそれはそもそも腹筋だけで状態を起こすのは難しいということなんですね状態が起き上がるところまでやろうとすると骨盤を起こす動きも必要なので 腹筋だけでなので腸腰筋が使えていないと腹筋が使えたとしても体を起こすことができないので無理に起こそうとして結局首や肩に力が入っちゃうんですね。またこの上体起こしをしっかり体が立つところまで起こすタイプの腹筋運動っていうのは腰椎に負担をかけるので NG っていう意見もあります。 そこで進められる腹筋運動と、腹筋を鍛えるために進められるのが、プランクなどの体幹を持ち上げた状態でキープしながら腹筋を鍛える方法ですで。この方法、確かにおすすめなんですけれども、肘の固定やお尻の高さなど、フォームがきちんとできていないと、腹筋じゃなくて肩や腕に効いちゃうんですね。なので、勢いをつけて、 首の緊張を起こさないように腹筋に力を入れるやり方ってのをこれからお話ししていきます。それが逆クランチという方法です。これはいわゆる腹筋運動を逆に行うやり方です。この方法のメリットは、自分の上半身の重みを使って倒すことで腹筋を鍛えるということなんですね。なので、勢いをつけず、 やり方は体育座りのように膝を曲げて座った状態から手を頭の後ろで組む体勢からスタートします。あとは息を吐きながらゆっくりと上半身を倒していくですね。これだけです。起き上がるタイプの腹筋と一緒で 体を倒していくときに足が床から離れるとダメなんですけれども先ほどお伝えしたツボを使ってすねと骨盤が安定したまま行うと足の指がすべて床についたまま体を倒すことができるので腹筋に力が入ります。またこのとき息を吐きながら行うことで腹筋が使いやすくなるので背中が床につくまで5秒くらいかけてゆっくり倒してみてください。 で背中が床についたら座り直して2回目以降を行います。でこの方法、大体いい3回から5回で OK です。余裕が出てきたら息を吐いて上半身を倒す時にその床までつくのにかかる時間を長くすることによって腹筋をより効率よく使うことができます。まとめると腹筋運動で腹筋に力が入りづらいのは首や肩、腕の力を使って 勢いをつけて体を起こそうとしているからでした。そして、そうなってしまう意外な原因の一つは、浮き指で骨盤が固定できずに腹筋に力が入りづらいからなんですね。そこで、今回、骨盤を固定して腹筋に力を入れやすくするために、内くるぶしと前頸骨筋腱の間にあるツボを押さえて足首を回す方法をお伝えしました。 この方法で腹筋に力が入りやすい状態を作りつつ自分の上半身の重さを利用する逆クランチという方法を行って腹筋を鍛えるやり方もプラスでお話ししました、まあ、どちらの方法もすぐに6パックになるなんて魔法な方法ではないんですけれどもあなたの頑張りが着実に積み重なって腹筋を鍛えやすくはなるはずです なので、少しずつ試してみてください。こんな風に体はつながって動くんですね。なので、これを応用することで、体の硬さを取ったり、可動域を上げて踊りやすくしたり、パフォーマンスを上げることができます。そこで、概要欄に知るだけでレッスンの効果が上がる3つの秘訣という動画をご用意しました。今回のように 体のつながりを生かした使い方がバレのレッスンにはたくさんあるんですね。その中ですぐに結果につながりそうなものをピックアップして解説しています。こう体を効率よく使いやすくするための整え方も紹介しているので、ぜひチェックして続きをご覧になってください。ではまた次回お会いしましょう。ぜひ明日からのレッスンに生かしてもらえれば嬉しいです。ありがとうございました。